玉川温泉の源泉です。すごいお湯の量です。川のようなお湯、すごい、どんどん湧き出てます。今日は秋田駒ヶ岳の登山に行ってきます。昨日は玉川温泉に宿泊したので、これから出発です。8号目駐車場まで行こうと思ったんですが、マイカー規制がかかっているのでシャトルバスで移動します。10時30分秋田駒ヶ岳8号目までバスで登ってきました。ここから登山スタートです。では登山開始です。おーっと、いった池が見えてきました。あー、ガスが駒ヶ岳おなめ岳1637m、 やっと登りました。真っ白です。では下山します。岳に到着しました。岳からの景色です。ちょっと見えてきました。さあ、やっとおなめ岳が見えてきました。コマ草です。咲いてました。見えました。8号目バス停、あそこまで下ります。午後になってよく晴れるようになりました。おなめ岳、そろそろお別れです。再びバスで下山します。秋田駒ヶ岳下山しまして、無事に今日の、お宿、乳頭温泉のガニバ温泉というところに到着しました。以上で終了です。明日は移動して、あさって鳥海山登れるかな。ではまた会いましょう。